クライスラー TC バイマセラティは、クライスラーとマセラティにより開発された GT カーである。クライスラーの広告者として企画され、1989年から1991年まで販売が行われた。累計生産台数は7300台。1984年当時に、クライスラーの会長を務めていたリーアヤ国家は、報道時代から個人的な信仰があった。 デトマソ会長のアレッサンドロ・デトマソとの縁でスポーツクーペの合同開発を発表する。この当時、デトマソは参加にマセラティを用していたことから、同社もマセラティブランドからの発売となった。1986年のロサンゼルスオートショーでコンセプトカーが披露された後、1989年に発売を開始。主な競合車にはビューイックリアッタや、 キャデラック・アランテなどで、両車は全輪駆動、コンバーチブルなど TC との共通項が多く、特にアランテは V 型8気筒を搭載するなど TC より上級のクラスではあるが、ピニファリーナが生産の一部を担当するなど、キャラクター性も似通っていた。車体はダッチデート何も用いられたプラットフォームのホイールベースを短縮し、ZF ザックス製のショックアブソーバーが組み込まれている。 屋根はオペラウィンドウを備えたハードトップと布製の手動式ソフトトップが選択可能でホイールはイタリアのフォンドメタルによる専用デザインのものが採用された内装ではシートや内装パネルを中心にイタリア製の比較があしらあれ唯一のカタログオプションとして CD プレイヤーのみが用意されていたエンジンは当初ターボ2の通称で知られるデートナと共通の クライスラー系エンジンのデチューンモデルが A413 型3足 AT と共に組み合わせられていた。1990年モデル以降はターボ2から三菱自動車工業製の 6G72 型エンジンに変更され AT も4足モデルの A604 型に格上げされた。なお、500台限定でゲトラグ製5足 MT と独自チューンの2.2リットルエンジンを組み合わせた。 モデルが製造された。このエンジンはターボ2をベースとしているが、ヘッドカバーにマセラティの文字が入っていることから、マセラティエンジンの通称で呼ばれている。シリンダーヘッドは既存のターボ2のサイチェシー8バルブから、コスワースが製作した DOHC16 バルブへ変更されている。この他、ピストンはドイツのマーレ製、ターボチャージャーは石川島リマ重工業製。 カムシャフトはアメリカ合衆国のフロリダ州を拠点とするクレーンカムズ製と各国から集められたものだが組み立て仕上げ工程は一貫してマセラティが担当していた。世界からクライスラーの見方を変えるというアイア国家の目論みで投入された TC は一部の評論家、マスコミには批判的に受け入れられ両者にとって最悪の事態を招くなどの意見が出た。また、 同社が低価格対クーペモデルとして販売していたレバロンとの類似性も持ち上がったが販売が好調だったレバロンに対して価格設定、装備の選択肢、性能面などでの優位性を見出せず月間5000から1万台という目標に大きく届かない販売台数に終わってしまう。その一方で同時期に市場に投入されたリアッタは 販売力に勝るり廉価だったこともそうして苦戦を強いられた TC 比で堅調な売り上げを記録している。TC はクライスラーのディーラー網のうち選出された300件のみで販売された。価格はすべて米ドル。ありがとうございます。